おはようございます。イサンです。何の振りだっていうの。そういえば、乗ってるカットを入れたことなかったなと思って、急遽思い立ちまして、意味のないカットを入れてみました。お元気ですか？金賞、もう終わっちゃった？イサンね、まだだよ。あ、フェラーリ。愛車のフェラーリね。1000万じゃなくてね、いくらだっけな、8万9000円ぐらいだったあの、ロードバイクがね、初めてロードバイク乗ったの、これでね。で、現状、イーサーはですね、そんな話どうでもいいですよね。こんな感じです。こんな感じで、残りが、粉ケーブル10回と、あ、かわいい。コーギーっていうのかな、かわいいね。なんか柴犬とダックスの愛の子みたいな。違うよね。はい、10回と、ヤミゴ、残してます。今日はね、ちょっとこれに ここから発生して、ちょっとハッとこう気づいた点がありまして、ちょっとそれも含めて、事務所に戻ってちゃんと取り直して、ちょっと考えを述べたいと思います。述べたいっていうか、自分がね、ちょっと、いかんなと、自分がいかんかったなっていうことをちょっと話したいと思いますんで、じゃあちょっと急いで戻ります。それじゃあ、行ってみよう。前置き長い。はい、改めまして、イーサンです。戻ってきました。長い前置きで何言ってるか分かんなかったと思うんですけど、自分でも分かりません。現状ね、先ほども言った通り、あと、闇号、あと雰囲気薬ね、たくさん使えば終わりなんですけど、昨日も、こうなったところで、闇号にね、入る、まあ、ちょっといるかな、みたいな形でね、お仲間探しに、鳥で入ろうかなと思ったんですけど、なんかね、その時ふとね、思ったんです。なんか日頃ね、その鳥でも最近負けないし、なんか相手も弱いしね、つまんねえなとか、その、まあ、痕跡とか、フィールドにしてもね、まあ、要するにその新しいものがなくて、なんかちょっとつまんないな、みたいな感じで、こう、ちょっとディスり気味だったじゃないですか。でね、その、闇号入るのにも、今、一人じゃやれないわけですよ。やっぱりお仲間探しちゃうわけじゃないですか。ね、それって要するにまだ全然強くないからですよね。でまして、SOS もね、まあ、数遊びしながら、で、かつ、そんなに自分ではね、あんまり欲しくねえな、とかって、なんか欲しいレッスンがないんで、困らないし、まあ、こんなところでね、数字終わらせて、フィールドガイドばっかり集めてね、それも使わないで、もうなんてせこいんだと。背ばっかりでかくてね、肝っ玉はちっちゃいなと。もうせこいと。なんかつくづく昨日思いましてね。なんのこっちゃ。で、その、まあ、ちょっとつまんないな、みたいな風に自分も思っている中で、それって結局ね、自分の思いだけじゃないですか。で、ゲームなんだしね。その、どうやってモチベーションを持つかっていうのは自分次第なんで、なんか昨日そんなことを思った中で、昼寝、寝落ちる前にですね、そうだと。日本一、世界一のね、魔法使いになろうと。それをモチベーションにやっていこうと。なんか、そしたらこう、きっとまたね、面白くなるかなと思って、決めました。世界一の魔法使いになります。何基準っていう感じなんですけど、まあまあ、せこいことせずにね、もうどんどんやっていこうと。まあ、SOS もね、今、1、2、3、4、5ですけど、
まあ、これもできる限りもう上げると。よいしょ。で、現状はですね、まあ、これだけ、まあ、金賞、まあ、まだあと、5冊かな、もらえると思うんだけど、これと、まあ、ダダボン、それと、あ、ダダボンももらえるのかな、もうちょっとね。で、まあ、フィールドガイドはこんな感じじゃないですか。だから今、私の持っている中で、どれだけ、現状のね、ゲームの中で、強くなれるのかっていうのを、マックス、もうちょっとやってみようと思います。で、ね、その世界一の、魔法使い、まあ、私今、闇払いと、教授がマスターなんですけど、学者までね、まあ、金賞回しちゃうともう、ほら、ね、なくなっちゃうし、まあ、ちょうど、本当はね、学者をやろうと思って金賞さっきのも貯めてたのよ。だけど、もうここで、ね、もう強い魔法使いになりたい、その、強い闇払いになりたい、強い教授になるっていうことをもう掲げましたんで、まあ、金賞も SOS で、また休憩しよう。はい、大したことない出動ならいいんですが、はい、その闇払い、強い闇払い、強い教授っていうのは、まあ、結果的に、まあ、私もね、そのやっぱり教頭とかが好きで、トリデチャレンジが好きなわけですよ。だから、そのトリデチャレンジで最も強い、この2色をね、作り上げようということで、その SOS も、トリデですごく強くなれる、あ、一番、トリデで強くなれるように育成したいと思います。トリデなんで、とりあえず今ね、今のこの状態で、闇号、そのね、一番高いところ行って、どうなのかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。で、一番強い魔法使いって、要するに、その、レッスンもそうですけど、やっぱり自分のね、持てる、知力、体力、財力を生かして、その自分の持ってる、もの、武器ね、その薬も含めて全部やって、一番強くっていうのがやっぱり私の理想なんで。まあ要するに、金に糸目をつけずみたいなね。まあ、もっかさんの10分の1ぐらいですけど、まあ、いかすみさんの100分の1ぐらいですけどね。まあ、それでやりたいと思ってるんで、まずは、今日は、強化前、この1、2、3、4、5、ね、私ね、強い噴気薬は、このレッスンの中で取ったんですけど、強烈の噴気は、なんか金賞とかが必要だ、最初から金賞とかが必要だったと思うんで、あげてないんですよ。で、治癒薬は多少、しょうがないんであげてるかな。だから、ね、7割ぐらい回復するような形。でもまだね、マックスじゃないと思うんですよ、治癒薬も。で、その他、効きそうなやつは全然取ってないんですよ。強化薬も別に取ってないし。頭さえ、エリートも、エリート薬も取ってないんで。で、闇子なんでね、強い噴気薬なんかつけないんですよ。強烈噴気なんですよ。だから、薬の方は多分、まあ、ちょっともしかしたらなんか入ってるかもしれないんだけど、治癒薬は少しね、パワーアップしてるんだけど、その他の薬はパワーアップしてない。まあ、今の素の状態で、闇子やってね、弱い自分でいたことを反省したいなと思っております。また、前置き長いんですが、何言ってんだろうね。はい。10分の1ぐらい分かって。じゃあ、早速、闇号行ってみましょう。いくよ。で、一人でさ、こう、もし SOS とかで強くなれればさ、自分で、ほら、まあ、一応これタスククリアもかかってるからね。今集めてるの、これ。当然、ご意思です。いくよ。よし。闇払いだから大丈夫、これで。ね、これで、ちょっと前かがみいくね。これ難しいんだよ。今回はちょっとタイムアタックじゃないの。本当は、世界一強い魔法使いは、どうやって測られるかっていうと、無差別級なんですけど、まあやっぱり タイムアタックかな。あと闇子は、一人でやる場合、もう運ゲーなんで、タイムアタック&運ですね。はい。どうしようか。こういう時どうする？まあ、ちょっと、たらすやすい形でね。で、ここでも、全部飲みますよ。世界一の、あれ嘘。世界一の場合、あれですからね、もう、全部飲みますから。ほら、もう、そのためにいろいろと揃えてあります。
よいしょ。ね、一発。よし。気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。うわ、朝から気持ちいい。快感。皆さん知ってるのかな、あの朝ドラの薬師丸ひろ子が快感とか言ってた。うわー、あー、これ、あー、足りない。これスーパーオーバーキルですね。これ24。これ一応ちょっともう、まあ、これね、あの、世界戦の場合はそんなせこいことしないんですけど、一応あの、まあ、あ、もうなくなっちゃうな。まあ、いいんです。あの、なくなってもいいんです。強化薬ありますから。だからそれは無差別級なんで。ね。ああ、こいつも死ぬ。100かま、100なる。強烈噴気ね、だからもっと強くなるでしょ。あと、回数増えるんじゃない？この辺ね、ちょっとどうなるか。あ、そうそうそう。これで。24だったから、6回ぐらいかければ死ぬ？これさ、何がネックかっていうと、3つしか出ないんですよ。3つまでしか敵が出てくんないんで、これ以上さ、あれなんですよ。その、待てないんですよ。だから選べないんです。そこがネックなんですよね。うわ、クリティカルでもこれしかないんだよ。はい、飲みますよ。飲みますよ。ごめんね、薬の強化俺ちょっと間違ってたらごめんね。でも、取ってないつもりなんだけど、ね。どう、一応手の動きもね。こういうのが分かりやすいかなって。まあ、あの、ちょっと、ああ、うわっ、もう、痛い。だから、4月に、あの、本当に初めてかな？あの、初めて一人で入って、あ、初めてじゃなくて、入ったのは何回かあるんですけど、入って、初めてその4月の、たまたま取った時に、勝てたんですよ、ラッキーに。うわ、後ろ飛びすぎてんね。まあいいや。そう、だからその時から強さは、あ、そうか、これか、これあれか。強さは変わってないですよ。やっぱりこいつ早く殺さないとまずいね。今、これ薬なかったっけ？まあいいや、でも。よいしょ。あと1回ぐらいやれば。おっさん死んでくれるはず。あれね、世界戦の時はそんなことしないからね。じゃあこれめんどくさいからさ。これしよっか。世界戦の時はしないよ。世界戦の時はオーバーキルでも全部ね、全部倒してタイム当たる。ほらね、これ3つ目でやっててるでしょ。厳しいんすよ。あ、やばいね。とりあえず治癒薬のもの。どのくらい回復？こんな感じ。まあ、こいつらっちだから、あの、満タンにする必要はないですね。まあ、雲の場合、満タンにする必要はあるんだけど。あ、やべ、飲んでね。薬飲んでね。こういうミスがいかんよね。時間もね、そろそろ考えない。焦りたくないからね。一応ね、私が、勘違いだと思うんだけど、思っている、のはね、中薬飲むね。これさ、使っているのに赤マークつくんだけど、なんか、使うと使えるの？何言ってんの？使えるの？で、そうするとなんか数が消費されちゃうの？ちょっと待ってください。いつも最後はクリティカル。標語みたいですね。あと何体？ 6 体。あと3体出てくる。やっぱ4分だろ？やっぱ1分だろ。どんどんやっていこう。そうか、四つ星は一発なんだ。だけど、多分、あれですよね。強烈、うわ、4。あ、そうか、ちょっとあれか。個体値は少し違うんだもんね。はい、これ、はい、これ鼻くそで殺せるから。はい。あれ？なんで？4じゃなかった？どうしようか。あれ、4じゃなかった？死んだ。どっちから行く？まあ、こっちだね。ないよね。これ以上なんか、やばい。闇払いを強くする方法ないよね。
あ、そうそう、途中で話をやっちゃったよね。私思うんだけど、まあ、教授も持ってるじゃないですか。教授の方が強いんじゃないかなと思って。よいしょ。え、ほら、ちょっと昨日、エリート薬なんか作ってたでしょ？ちょっとこの辺を考えさせて。めちゃくちゃ教授飛んでんな。なんか違う世界みたいだね。もういいや。おかしいの、なんか強くね？気のせい？え、なんか、え、嘘？なんか強くね？ていうか敵柄、え、これ闇語？闇語だよね。間違って森の4、森の5とか入ってない。うわ、ピクシーのくせにクリスタル入んなかったよ。え、ちょっと待って、なんかさ、え、あ、いやいや、薬飲んでない、薬飲んでない。薬ちょうだい。そうそうそう、その、教授？教授の方が、まあでも、今のこの感じだとさ、やばいやばい、やばいやばい。これでダブルパンチされたらピクシーというのを殺されちゃう。教授さんの方がガード硬いからさ、で、うまくこう組み合わせれば、どんな輩の攻撃もさ、受けられるでしょ？で、それで、強烈奮起を強化すれば、一番安定度高いんじゃないかなって思うんですけど、違う？あと3体。やばいやばい、時間だね、これ。やばいやばいやばい、やばいやばい、ちょっと急ぐよ。ちょっとごめん、無言になる、無言に。無言ね。立ってた。一応大丈夫だよね。前かがり。これがいいよね。ほんと、瞳オートフォーカス。一応ね、外の光入れてて、まあ、私好きなんで、入れてて、もうない薬。で、前からもね、照明当ててるから、あ、ブラ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 。あとなんか、やばいやばいやばい。うわ、これちょっときついね。実は。雲か。3秒。よし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 。ちょっとのらりくらりやりすぎた。え、っていうか、あれかな？敵に恵まれた？言われてみればさ、狼出てなくね？で、私に E さん。これ雲には混乱いらないんですけど、E3 オカルト。E3 オカルト余裕があるときですよ。余裕があるときは、雲にも、混乱かける。やべ、やべそう、やべ、やべそう。よしよしよし、危ない。今のダブルだったら、もう、あれがいけないですよ。闇子で気をつけるのはそれだけですからね。これ満タンにしとこう。ダブルパンチで殺されるっていう。やべ、時間ない？やべ、44秒。どう？うわ、やばい、ここは。やばい。ちゃうまい、そう。余裕はさ、全然4月よりあるんだけど。あ、もう飲んでないし。やばい、今のが命取り？今の痛いね。今の一発。やばいでしょ。あ、やばい。粘られた。うわ、さっきの一撃が。あー、うそー。やって、やめて。あ、マジだ。さっきのだ。あー、やっちゃった。マジかー。ずー。ああ。見せ場が飛んだ。薬飲み忘れ 2,3 回ありましたよね。あっちゃ。あれでもやっぱりなんか、あれかな、まあ今でもちょっと敵に恵まれましたよね。狼いなかったし、クモもそんないなかったしね。ショック。はい、気を取り直して。
もうね、結局、ビデオがさ、長くなってるからさ、これ、ダメだよね。分岐薬は言ったけど、え？お！ん？終了したからいいの？ごめん、全然俺。え、どっちかっていうとさ、あ、え？分岐薬10本も使ってないんだ。じゃあ、これでね、終わっちゃいけないよね。まあ、だいたいわかりました。ちょっと今のは、今のはちょっとあれだよな。まあまあまあ、でもこんな感じですね。情けない。だから、パワーアップすればいいんですよね。だからパワーアップすればかなり楽になってるはずなんですよ。だって噴気薬の、強烈噴気薬のさ、力ってすごい上がるでしょ。わかりました。ね。フィールドガイドちゃんと使います。じゃあちょっと最後に、まあちょっとね、今、あれですから。で、教授のちょっと強さもさ、知りたいのよ。教授の強さ。今のさ、闇払いと比較して、ちょっとどうなるか見てみようよ。でさ、俺さ、知ったかぶりっ子だったんだけどさ、とりあえず、だらけ飲むでしょ？だらけ飲むよ。ああ、削除だね。あえ、なんで？え、なんでこうなるの？あ、そっか。痕跡に入ってないとダメなんだ。気をつけてね、皆さん。痕跡に入って、これ。ね、これで、出る。はい。で、え、だらけってさ、だらけさせるんだから、分岐薬と一緒だから、強化？弱体化？だらけさせるから、どっち？弱体化？まあいいや、どっちにしても。はい、それで、あ、弱体化だとあんま意味ないんだよね、実はね。ついでに、まあいいや、だらけだけにする。はい、で、行きましょう。強化かな。まあいいや、最初からね、聞くからね。でさ、結構ね、これさ、悩むんだよ。石5ね。絶対石5だよ。ここで、こう来るじゃん？金に糸目はつけないんだけど、一応、これ強くするじゃない？で、集中力の差は関係ないから、だけど、ちょっと欲しいんで、こうして、どっちも嫌だね。うわ、出なかった。まあ、弱い方からいこうか。大砲かけて、強化に？あ、違う違う、強化にじゃねえや。強化と弱体化が1ずつ。右が弱体化？ごめん。分かってねえ。よいしょ。でも強いよね、やっぱりね。硬いよね。やっぱさ、硬さが一番ちゃう？これ逃げる？でもしょうがないもんね、どっちにしてもね。あ、しまった。あ、でも、あれだ。いいんだ。あ、でもあれか。やっぱり熟練はかけた方がいいんだよね。熟練はかけた方がいいの？関係ないけどさ、得意な敵じゃないけど、ちょっと待って。だらけ薬が。あ、またやってる、またやってる。薬がない。ごめん。誰かコメントで教えて。だらけは強化でいいんだよね。でもその強化がさ、緑か大砲かわかんねえっていう。あれ大砲はさ、
体あれどっち、弱体化ってさ、敵を弱体化させる、敵を弱体化させる、でも右かな、弱体化はやっぱり、敵を弱体化させる、強化はこっちだ、すると今もう2個あるから強化弱体化3だよね確か。ああ、だからやっぱあんま意味ないんだ何考えてんでしょうね。はい、じゃあこれ、ね、こんなことでは世界一の魔法使いになれないよね。みんな一緒に強くなろう、知識も含めてなんちゃって教授だから、うわこいつ強いぞ。やっぱり熟練かけた方がいいのかな。ん？強化。弱体化は3なんだよね。まあ関係ないよねやっぱりね。やるに越したことはねえのか。そうすると強化だから、え、なになに、あ、そかそかあねえじゃん。これが財力ね。これがマックスパワーってことだよね。一応ソロでやる場合に。違う？だらけが余分かな。どう？何か教えて。まああの終わったら明日までには勉強しとくけど。さっきね帰りにそれ気になって自転車で信号待ちごとにさググってたんだけどさ。ステさんのノート出てるんだけど、よくわかんなかった。うわぁ、すっげえのが残ってんな。他にないよね。他に強烈な強くする方法ないよね。クリティ入るな。でもやっぱりあれだ、貫通がないから。中薬、あ、またあれだった、中薬飲まなくて済むのがいいよね。うわすげえ、すっげえ削られる、やべやべ、死ぬ死ぬ死ぬ、ダブル攻撃、死ぬ、よいしょ。ここはねあんまりね、あの焦らなくてもさ、まあ確実にあの薬選んで大丈夫ですよ。あんまり長いとかダメだけど。うわー、え、これさやばくない、あのエリート実は。これ逮捕どうしようか、逮捕だけどでもしょうがないよねあと3体1分ずつで OK。 うーん、最初にこっちから行く、あ、あ違うわ鼻くそねえんだなんか体は楽だよね。闇払い、あの死ぬことをこう結構ケアしなきゃいけないから、ごめんね、なんか強化も弱体化もよく分かってなくて、明日説明するね。
あれ、またやっちゃった？あ、もう絶対死ぬじゃん、これ。だってエリート絶対無理だもんね。これやっぱ結構両方ともですけど、あれですね、スピーディーさが必要ですね。 当たり前だって。でもなんかなんとなくですけど、教科薬ね、私の宗教は必要なんですけど、それがあれば、やっぱり教授の方が楽かな。なんていうの、気持ち的に楽でございます。体はさ、強いじゃん。さあ、これですよ、問題は。ここ、あ、やばいやばいやばい、やばいやばい、やばい、あ、もうやばい、ああ、もう、ああ、もうこれさ、本当にさ、もう前からそうなんですけど、選択しにくい時があるんですよね。全然削れないんですけど、やっぱりこれあれですね。今日、エリートと、ほら、うわ、もうこれ、勘弁してほしいんだけど。超分岐薬とさ、あれ？エリート薬のあれですね、強化が、必携でございますね。同じような負け方をしちゃうのかな。まあまあいいんです。だから、基本さ、勝てないと思ってるんですよ、闇碁のソロって。だから、まあね、あれ死ぬ？死の碁のダブルよかった。こっちか。どっちに動かすかが分かればいいんだ。死の碁のね、新しいのくださいなんて言ってる暇があったら、自分を強化すると。ね、大事でしょ？まあ、もう時間切れでございますね、残念ながら。ああ、やばいやばい。まあ、ちょっと時間切れなんで。今日、強化薬の凄さですね、今ね。うわ、ついえ。まあ、1体ですね。悔しい。悔しい。はい。まあ、現状ね、弱いっすよ。こんな、弱い。なのでね、なんか、梅さん、なんかこうね、新しいのくださいみたいなこと言っちゃいけませんよね。まずは自分で強くなってから、世界一の魔法使いになってから、運営さんに文句を言いたいと思います。とりあえず今日は2連敗もしてしまいましたんで、まあ、これがね、勝てるようになるかどうかっていうか、まあ、勝てるようになるように、明日はですね、SOS を強化していきたいと思いますんで、まあ、もしよかったら、見てやってください。明日はね、だから SOS ちょっと選びながらになると思うんで、ちょっとね、お時間かかるし、あと自分の手持ちで1万いくらがどのくらいまでいくかっていうのをね、まあ、参考にしてもらえればと思います。で、それが明日かな？まあ、次ね。次の回。で、その次の回は、それで、現状マックスになった、私の、魔法使いが、どれだけね、こんなに2連敗もしましたけど、どれだけ、強くなるかっていうのをちょっとやってみましょう。はい。ということで、一応ね、2連敗ですけど、なんか勝たなくてもいいんだね。だってそこに何これ？完了？魔法使いチャレンジを完了するだから、もしあれだったらあれか、忙しかったらさ、7分間とか10分間はほっとけばいいんじゃないの？多分。それで負けていいんじゃない？なんか途中で抜けたらダメなのかな？ね。はい。じゃあ今回のボーナスタスク終わりました。これで一応、明日ね、SOS。あげる玉をいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、こんな感じになりましたんで、金書75変わった？あれ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 ？なんでなんで？気をつけてください。前にも言いましたが、私これ回収しないでイベント終わったことあります。よかった。はい。多分ね、それだからね、俺金書の数も少ないんだよね。一回じゃないのかな。はい、なんか出てきた。ん？あ、いいのか。金賞は75でいいんですね。ただ80。で、フィールドガイドあるんで、まあ、これで、次回、どこまで強化できるか。まあ、ご用意しその、魔法使いチャレンジでね、どこまで強くなれるかっていうところなんで、狙いどころは、まあ、今見てもらった通り、その薬どころですよね。薬どころを、パワーアップしたいなと思ってますんで、よかったら、また次回も見てやってください。それじゃあ、引き続き、金賞ね、イベントまだの方は、ゆっくりね、来週の火曜日までありますんで、頑張ってみてください。世界一の魔法使いを目指しましょう。それじゃあ。